20歳を迎えたということで、まず人間として、もう子供じゃないので自分の行動に、責任を持ってしっかり生活していきたいなと思います。サッカーでも、下の子だったり、ユースの子とかもう練習参加に来てて、1年目は先輩によくしてもらったので、今度は自分が、面倒を見てあげられるようになって、チームをそうですね、まだ若いですけどしっかりチームを引っ張っていけるように、頑張っていきたいと思います。